ございます。おはようございます。F20、 はい、これ9の23と3、はい、多分ゴンちゃんの体のスペックにしたらだいぶちっちゃいスペックなんですけど。そうですね、超ハイパフォーマンスですね。ショートボードですよ。ショートボードですよ、はい、ドルフィンはで余裕ですよ。余裕余裕、ずっと沈んでるんで。ずっと沈んでる状態まあ境界ちょうどサイズあると曲がるって感じで、はい、そうですね。どうですか F20 乗り込んできて。 F20 乗り込んできて、とりあえず一番最初にもうすぐ分かるのがテイクオフがものすごいやっぱワイドなんで速いなっていう。キャッチが速いです。波のキャッチ、水のキャッチ。だからこの2、3の3でも私でもテイクオフが難落できるなっていうのがこのテールで教えてもらえたなっていうので、この板のいいとこやと思います。このカービングとかどうですか。カービングもすごいいいです。カービングも何ですかね、ちょっとこの板でようやく最近ラウンドハウスがちょっと見えてきたんですよ。ちょっと見えてきたんですけど、はい、いかんせんその伊勢の波が、まあ、ちょっと少ないですからね。ラウンドハウス波がそうなんです。で小さいんで、はい、なかなかそこから見えてこないんですけど、はい、でもなんかこの板のおかげでちょっと見えてきた感じがします。なるほど、はい、じゃあ今日はこれでまた見せてもらおうっていう感じなんですけども、はい、今日ちょっとねこれでノーズも見せてほしいですね。ノーズ、はい、はい、わかりました。ノーズ もう絶対伸びるはずなんで、はい、はい、わかりました。ゴンちゃんの体重でノーズいって沈まんかった本物かなそうですね、はい、間違いない、はい、今日はもうハイパフォーマンスとラウンドアース意識してもらって、わかりました。ラウンドアースの時に前言った足の向きと、はい、であと手ですね、左手でリードしていけるように、はい、そうですね、左手のリードがこうなりがちなんで、はい、こうなりがちなんで左手ばっかり意識しないんですよ。右手常にお尻の後ろにこうやって持っていたら絶対向くから。あ、なるほど、お尻の後ろ、はい、はい、いや、ここに当てたらいいんですよ。当てる感じでいいです。こうやって回ってください。わかりました。え、それ持っとくから今やってみてください。お尻置いて、手をそう常にそれでいい。お尻ちょっと拭きに行くような感じ、拭きに行く感じ拭きに行く、その感じでずっと動いてみて、はい、意外に曲がりやすよ、ほらなんか変な感じがしますけどでも、お尻拭くってことはそういうこと。そうですね、可動域がそこまでそうですねわかりました。とそれをちょっと練習してみたいと思います、120キロと思ってたら110キロだったんですけども、ゴンちゃんすみません、110キロでした。110キロ、まあ僕からしてもまあ大体僕の2倍近く体重はある感じなんですけども、まあこの1年間さらに伸びましたね。特に秋大会で結構いい成績を残して、そっから長いことサーフィン一緒にしなかったんですけども、そこからなんかすごい伸びたような気がするんですよ。カットバックいっぱい練習した日からすごい精度が高くなっているっていうか、こうリッピングの完成度が高くなった気がしますね。あとノーズライドの行く時がすごいスタイリッシュ、これはもう和道で身につけたんじゃないかなと思って、インザダーク界でもこういうクラシカルな歩き方ができてるので、すごいサーフィンが上手くなったと思います。姿勢がいい、めちゃくちゃ綺麗、ノーズに行くのにこんな綺麗なウォーキングはもう素晴らしいと思います。で、今回ゴンちゃんには乳式乗ってもらったんですよ。なので動画をどうぞ。
式乗ってから次愛ちゃんの小さなインザダック回を乗ってもらいました。それの動画もどうぞ。はい、こちらが、まあ、今回 F20、宮本さんのインザダーク回知識、そして愛ちゃんのインザダーク回3本ゴンちゃんに乗ってもらったんですよ。だいたい1時間ぐらいで、その時に気づいたことが、まあ、インザダーク回知識が圧倒的に波乗ってましたね。そして F20 で、まあ、そのゴンちゃんにしては小さな板なんで仕方ないんですけども、F20 結構セット待ってたところ、インザダーク界一知識でセットは乗るし、手前の誰も手出さないような波追いかけて乗れないかなと思ったら乗れてしまうっていうのがインザダーク界一知識でしたね。愛ちゃんの板に乗った時にどんだけ振り回すんやろと思ったんですよ。もう薄いし、ゴンちゃんからしたら細いからめっちゃブンブンいくんかなと思いきや、意外に板が動いてないことにびっくりしたんですよね。びっくりしたっていうか、まあこれが答えなんでしょう。答えだと思います。やっぱサイズに合った、体重に合った浮力感っていうのはすごい、立ってからも大事で、テイクオフはもちろん大事なんですけども、テイクオフでやっぱり浮力があれば、この波も追っかけれる。イコールやっぱ波乗れる。波乗れたらサーフィンが上手くなるっていうことに繋がるんで、薄ければもっとゴンちゃんやったらえぐれるかなと思ったら、けども、その、えぐれる前に、薄すぎて、要は体重がもう行きすぎて、失速してるんですよね。で、ゴンちゃん、サーフィン前から、こう、しごいて、なんとかやってるんですけど、これがまあ、多分、ゴンちゃんが、この板のスペックは、胸、肩、頭ぐらいないと、多分、発揮してこないと思うんですよ。でも、ゴンちゃんは、伊勢のローカルで、伊勢エリアを、まあ、主にサーフィンして、これから、だんだん波が小さくなっていくポイントなので、まあ、なかなか、難しいかな。サーフィン上手くなるのは。だからやっぱり、乳式ぐらいのサイズがあった方が、小波でも、まあ、もも腰、腰腹でも相当サーフィンが、切れるサーフィンができるのが、ゴンちゃんの身長体重では、乳式がナンバーワンかなと思いました。言ってやっぱりこの、改めてゴンちゃんが乗ったことによって、サイズ感が非常に大事だと僕は思いましたね。まあ見れてよかったです。それで、これでかなり証明できたと思いますんで、もし、それでも、細かいなっていう気持ちがあれば、伊勢にゴンちゃんが入ってますので、まあ聞いてもらえたら、軽く納得できる答えをもらえると思います。まあ、オーバーフローが、いかに大事かっていうことが、わかりました。この特に、波が小さい日本では、非常にオーバーフローが大事ですね。特にやっぱり、30歳超えてからは、オーバーフローがないと、テイクオフはしんどいと。毎日入れない人がほとんどなので、オーバーフローが大事です。まあ、課題としては、バックサイドのリッピング、バックサイドに行くときですね、ちょっと体の使い方が、左肩を開けてないっていう、左手でリードしないといけないところを、やっぱ左手落としてしまって、右手も押し込めてないっていうのが、ちょっと目立ちましたね。で、結構、フロントサイドだと、内股になってきてるんですけど、やっぱりバックサイドになると、ガニ股になってしまって、開いてしまっているので、一回立った時にリセットして、こうニュートラルして内股にしてから、こうモーションに、動きに、ムーブに、マニューバーに入っていくのがいいかと思います。なので、一呼吸置きましょう。それが今年の課題の一つであって、二つ目が、リップの完成度はすごい高い。さらに良くするには、このボトムっすね。ボトム行く時に、もう少し、溜め込むと、すごい多分、リッピングができるんじゃないかなと思いますので、ここ、もっとボトムのところで、もう少しだけ気持ちね、
こう弓矢で言うと引っ張ってるところをさらにちょっと引っ張るみたいな感じのところのためみたいな思ってもらうといいかと思います。あとまあ手の使い方が結構できてきたんで、もっともっとオーバーアクションぐらいでいいと思います。まだちょっと遠慮気味の手になってるんで、もっとね振り回してもらうとさらにサーフボードに力を加えていくことになって、この振り幅が大きくなってくるので手の動きは大事です。まあ、この3つが今年の課題で、ちょっとこれからやっていってもらったらいいかなと思います。それからサーフィンはさらに上手くなると思いますよ、ボンちゃん。